最強のバレッタ使いと名高く、神がかり的な連続攻撃を武器とする関西の強豪佐古。当日予選を勝ち上がり4タイトル制覇を狙う 2D 格闘ゲーム界の重鎮抜き。1回戦屈指の巨頭対決を刮目せよ。西の神対東の神、対決。先にファーストアタックを取ったのはビショモン。さあ出ました、ショーパンちょっと失敗したが、これがショーパンコンボ。こっからどこで持ってくるか強みだ。サコサコバレッタ、さあ捕まらないように立ち回るビショモン。さあビショモンゲージ止め。さあゆっくりゴールを見ながら走り始めるはサコのバレッタ。さあビショモンにもチャンスが来る、ラッシュが見たい。さあ走っ、バレッタは空中でピサモンの攻撃を出す。中段、この中段が強烈。さあピサモンもダメージを利用しているぞ。バレッタここで首が入ってダメージ的に落ちる。体力はもといないから、強パンチはしかも先に取ったのがカカバレッタ。さあカカバレッタが走って抜け追い詰める。お肉目は空振り、常に間合いを取ってピサモンを走らせない。さあ刻んでパラメ玉がヒットして抜きは取り返す。ガードフロー、円満石はガード。さあゆっくり距離取って地上を使う。さあイガーちゃん勝てらない、空中チェン。さあ見せる、見せるぞ。ほダークオーズを使う。これでキーゲージを持ってった、体力持ってった、見せました、バレッタ。武器も空中ガードでなんとか反撃力を見るが、そうさせない、サコバレッタ。あーバキレオイナスバル。さあ中継で対空、サコバレッタ冷静。さあ ES ミサイルがヒットして勝ったのはワンピーのサコバレッタでした。